こうやって見た時にでかいんですよね。でかいですよね。ね、だからまあお母さんなんかでかいというイメージありますけど、あのジョーさんなんてあんまり大きいイメージないですもんね。確かにないですね。周りがでっかいからでしょ。そうですね。生で会うとでかって言われるでしょ。言われますね。テレビで見るよりでかいんだね。何センチなんですか。僕178です。あ、でかいね。でかい。あ、でテレビで見たら周りがでかいから168ぐらい見えるよね。ちっちゃいイメージがあるよ。小島さんはあの実際見ても老けてますよね。それはよく言われます。若い時から老けてますよね。そうですね、あのここ10年変わってないです。変わってないですよね。大沢さんなんか、はい、感じちゃいますよね。え、何ですか。なんかまだ高校行ってるみたいな。本当ですか。なんとなくわかりますね。まだ高校行きますよ。本当ですか。2人だけ座ったら三者面談です。本当ですか。そう、お父さん息子さん行く大学2つしかありません。皆さんもワールドカップワールドカップ言いながら、はい、なかなか本当はやっぱ、はい、あの親切に説明しないとわからないと思いますから、はい、今日はですねもう誰が見てもワールドカップを楽しめるようにやっていこうじゃないかということで、はいはいはい、それでは早速参りたいと思います。ワールドカップのここが期待、まずはこちらからです。日本代表2人のエース、ヒデと俊介。今回で自身3回目のワールドカップ出場となる中田英寿。出した。先日行われたドイツとの親善試合でもヒデからの速くて正確なスルーパスは依然健在。その豊富な海外経験で培ってきたどんな相手にも臆すことのない冷静沈着なプレースタイルは歴代監督の信頼も厚く、常にチームの中心プレーヤーとして存在感を発揮。世界の強豪国と互角に渡り合うチームを作り上げるため、時には仲間にすら厳しい言葉を投げかけてきた。まあ、内容としてはちょっと最低ですけど、みんなもう少しちょっと考え方を変えてやらないと、ちょっと手遅れになる前にどうにかしないといけないと思います。しかしワールドカップを目前にした今、積極的にチームメートとコミュニケーションを図り、これまでの歩行から融和へ、チーム一丸となってオーストラリア戦に挑む。ここでかつて中田選手とチームメイトだった小島さんにお伺いします。素顔の中田選手は一体どんな人なんですか。どうですか。まあ、僕はあのベルマーレの時に、彼が高校から入ってきた時にチームメイトだったんですけれども、大人ばっかりなんですけれども要求することはしてましたし、そういう意味では非常になんか目指すところが高いですよね。高校から入ってきた時にその普通の高校生だったらプロになれたって喜んでるんですけれども、彼はもうその先の今の自分の姿っていうのを目指してその日々トレーニングを積んでるような感じでしたね。ちなみに中田選手が若くして海外に目を向けていたことを物語る一枚の写真があります。こちらをご覧ください。あの総体の開会式後の記念撮影なんですが、一人だけイヤホンをして何かを聞いているのが分かりますか。ね、これはですね、実は英会話を聞いて勉強しながら記念撮影をしているということだったんです。自分だけ違うところに持って、心はもうもはや時代です、ね、すごい頭がいいんですよね。本当に頭がいいですから、喋っててもサッカーなんしても一つ二つじゃなくて三つぐらい先まで考えて話をしてくるので、だからきつい言葉になったりとかそういうに聞こえるんですけども、よくよく喋ると、あ、こういうことを言おうとしてるんだとか、もう見てる先が人とやっぱり視点が違うというかね。でもすごいな、高校の時からインターハイの時に、これですよ。まあ、今回あのね、あのヒデなんかがこうみんなにダメ出しされたりして、今までの存在とはちょっと違うポジションになってる感じがするんですけど、どうですか。要求し合うのが本当はもう海外で当たり前、逆に言い返してるのが今はヒデにとってはいいことだと思ってるし、今までいいかって、はい、ヒデが前行き過ぎやなと思っても、ちょっともうちょい引いてくれよって言ったら間違えてんのかな俺みたいな感じ、ね、はい、今ちょっと引いてよ、行き過ぎよって言えるようになったんだよね、はい、だから日本も進化してるというか、選手のレベルが上がったんですよね。そうですね。ジーコジャパンもう一人のエース、中村俊輔。2002年日韓大会直前、まさかの代表落選を経験し、その悔しさをバネに海外で武者修行を積んできた俊輔は、精神的にも技術的にも飛躍的な成長を遂げ、
リコジャパン不動の10番の座を獲得。先日行われたドイツ戦では世界最高峰のテクニックで数々の得点機を演出。ヒデとは対照的に寡黙なイメージながら、その卓越した戦術眼とテクニックでチームを引っ張る。ここでかつて中村選手のチームメイトだったジョー選手にお伺いします。チームメイトにとって中村選手ってどんな存在なんですか？ジョーさん、なんか中村選手なんてどっちかというとおとなしい感じしますけど、昔はですね、やっぱりこう本当に内向的というか、内向的ってあんた学校の先生だね。すごい本当になんていうんですかね、自分のこう考え方とかいろんな意見を伝えない選手であって、それでまあよくこうマリノスの選手時代にですね、一緒にみんなでお酒を飲みながらですね、そういうのを変えていこうとかいろいろ努力はしてたんですけども、酒飲んでしょ言ったやつね、お前もっとお前言えよいろんなこと思うことって。だからお酒を飲むとすごいんですよ、喋るんですよ。シャイなんです。僕前から言おうと思ってたんですけどねみたいな、そういうのありますね。だからそういう部分では海外に行って、はい、でやっぱりこう本当にそういう、まあ、精神状態だったらやっぱりダメだということで、うん、多分彼も気づいて、うん、やっぱり今の俊介があるんじゃないかなね。やっぱり自分がリーダーにならなくてはいけないと思うし、はい、そうですね、あの中村選手の実はフリーキック、はい、あのプロ1号決められたの僕なんです。嬉しい。そんな自慢最低。中村俊輔選手の記念すべき J リーグ初ゴールの映像を、ゴールキーパーだった小島選手の奮闘ぶりとともにご覧ください。中村選手なんかの振りキック、みんなあすごい曲がってるなって思うんですけど、こっちから見るとね、ミスキックしてるように見えるんですよ。見えちゃうんですね。あのダフってる、ダフるとボールがこう無回転でポンと落ちてくるんですよね。そのキックの仕方を狙ってるんですよ。狙って切れてる。初めてこの番組でね、お会いしてね、振りキック蹴ってもらったんですよ、で蹴ってくれますかって、いいですよって僕イメージがあったんですよ。すごいっていう、バーン蹴った瞬間ね、僕失敗した思ったんですよ、ほんでもう一回蹴ってくれますかいいですかって、はいってもう一遍蹴ったら同じキックやったんですよ。あ、こういう蹴り方なんやと。だからそのおっしゃる通りにすごいってことでね、一瞬ミスキックしたんかなと思うけど、俺はふーっと落ちてきますよね。そうなんですよ。だからもうこっち外れるかなって思うようなところから落ちてくるので、一瞬やっぱり体止まっちゃうんですね、あっキーパーがと思った時にはもうちょっと間に合わない。完全にチェンジアップやな、何やと思ったらさ、第1号大丈夫。さあ、それではワールドカップのここが聞きたい、続いてはこちらです。国と国とが威信をかけて戦うワールドカップは、ピッチの外まで異様な緊張感に満ちている。もちろん日本は2日後に戦うオーストラリア戦の試合会場にも最高レベルの厳戒態勢が。大会期間中、各国の代表チームは厳重な警備に守られ、カメラもシャットアウト。選手たちのピッチ以外での様子は全くと言っていいほど知られていない。ここでかつてワールドカップに出場された岡野選手、ジョー選手、小島さんにお伺いします。厳戒態勢の中、選手たちは試合以外の時間をどのように過ごしているんですか？お休みの日とかオフとかもあったりとかすると思うんですが、その時皆さん基本的に何して過ごしていらっしゃることが多いんですか？僕らは基本的にもう缶詰状態だったんで、はい、どこも行けないんですよ、外には。あ、ホテルの部屋にいなくちゃいけない、まあ、ずっといなきゃいけないんで、拳銃持ってる人が廊下の一番奥にいるんで、ね、廊下の一番奥にいたり外窓を開けてこう見ると、あのプールサイドとか庭とかにこう10メートル間隔ぐらいでこう拳銃を持って、リラックスはできないですよ。できないのは、バスが出るときはその鉄柵でホテルの出入り口 そのエントランス囲っちゃうんですね、はい、人が入ってこないよ。だから普通の人とは10メーターから20メーターぐらい隔離されてバスで出てくるんですよ。だからファンが来て何かある
防御はないから、よそのサポーターが暴動起こしたらいかんとか、な政治的な絡みがなってはいかんということでやるんだからさ、怖いよな。ジュニアでコンサート行ったら、地方行ったら、あのコンサート終わったら会場からホテルに入ったら一本も出るなってなる。まあ、万が一なんかトラブルに巻き込まれたら大変だからという。出ないの？いやでも今はもう僕たち何も心配されてないみたいでどんどん行けどんどん行けって言われてますけども、それまではずっとルームサービスですから、でちょっといいホテルとかに泊めていただけるとルームサービスじゃあ2000円までねとか言われるんですよ。ポテトしか食えねえじゃねえかなんだこれはっていう。そうね、何してるんですか部屋で。でまあ映写機とか日本から持ってって壁に映してみんなドラマ見たり。ドラマ試合とかじゃなくて、ね、試合の研究とかじゃなくてゲームウィニングイレブンっていうサッカーゲームなんですよ。 あれって結構勉強になるんですかゲームって。結構イメージになりますね。あ、そうなんですか。自分使ったりとかするんですか。自分もたまに使ったり走れ走れな相変わらずそれでも外してますよああいうゲームムカつかないですか。自分の設定が鼻から速いだけみたいなのがあるじゃないですか。速いだけだと精度が低いシュートの設定、この設定ムカつくもうドリブルがちゃんとできないんですよ速いだけなんですよ誰が作ったのかなと思いますよ。みんな結構部屋集まって喋ったり、あの日本から来た友達と面会とかもダメですか。もうダメですね。家族もあの時は家族全然別のホテル泊まってまして、奥さんとかとも会えないし子供と、大会が全部終了してからですね。ちなみにブラジル代表の選手はホテルに奥さんや彼女を自由に出入りすることを認めて一夜を共にしていいそうです。家族のサポートは大切だというふうに考えているようです。へ、別にじゃあ面会したいと思わないでしょ。結婚されてる。あ、2人独身。独身でした。今さらでしょ。刑務所入ってんのちゃうから。隔離されてた方がそっちに気持ちが集中するんでいいのかなっては思いますけどね。それだったらもうずっと会わないで。ずっと会わなかったら集中できますよね。はい、日本人にはそっち向いてる。はい、じゃあ続いていきましょう。ワールドカップのここが聞きたい。続いてはこちらです。世界中が注目するワールドカップ、今大会に参加した国と地域は195。決勝戦でテレビにかじりつく視聴者はなんと12億人と言われる、まさに世界一の祭典。前回の日韓大会、日本の各放送局がテレビ中継権獲得のために支払ったお金は総額60億円。今回のドイツ大会ではなんとその倍以上140億円ものお金が。地球一の規模を誇るスポーツイベントに高まる国民の期待。そのヒノキ舞台に立つ選手たちには並々ならぬプレッシャーが襲いかかります。城彰二、かつて日本のエースと呼ばれた男は98年のフランス大会で国民の期待と重圧を一身に背負って戦っていました。左足どうか、こぼれている、やったー、最後は岡野。1997年11月16日、この日日本サッカーの歴史が変わった。マレーシアジョホールバルで行われたワールドカップフランス大会アジア最終予選対イラン戦、5点で迎えた延長後半残り1分、相手ゴールキーパーが弾いたところを野人岡野が押し込んで決勝ゴール、念願のワールドカップ初出場を決めたのだ。ジョホールバルの歓喜。この試合は日本サッカーの歴史を変えたのと同時にある一人の選手の人生をも変えた。その男の名は城彰二。何か驚いた表情の数です。そしてロペス、ジョーの投入です。ジョーは1点ビハインドと窮地に立たされた後半18分、当時代表の象徴だったカズ中山の2トップに代わって途中出場を果たし、起死回生の同点ゴールを決める。そして宙返り、ジョー、日本のエースだ、ジョー。いいボールくれたんで良かったと思うし、みんなね応援してくれてたんで本当にね力になったと思います。おめでとう。ありがとうございます。
この日を境に彼は一躍時の人となった。そして、外れるのは、市川、カズ、三浦カズ、それから北澤3選手です。カズに関しては、トップの中で今上を柱として考えてて、いつしか憧れのキングに代わりエースの上と呼ばれる存在に。しかし迎えた本大会、シメオネ狭い地域だ、頭に浮かされた。日本中の期待を背負って迎えた1次リーグで日本代表はよもやの3戦全敗。それまでの期待は3試合無得点に終わったエース上へのバッシングへと変わった。シュートを外した後の笑顔、ガムを噛みながらのプレーがこの時とばかりに繰り返し報道され、まるでその態度が日本の敗因と言わんばかりにやり玉に挙げられたのだ。そして失意のまま帰国した彼を待っていたのはあまりに厳しい現実だった。成田空港に集まったサポーター700人の中の心ない一人による水かけ事件。張昌司、当時22歳、日の丸を背負い国のために戦った若者はその時ワールドカップに何を思ったのか。でもムカついたでしょ。いや、あの時はね、ムカつきはしなかったんですよね。はい、なんかこう、あ、一瞬だったんで、あ、かけられちゃったみたいな感じだったんですけど、日本中がこういう風になってるっていうことはニュースとかで自分のことがこう取り上げられてるっていうのは知ってたんですか、向こうでは。いや、全く情報は入ってこなかったので知らなかったですし、まあ今 V にありましたこう岡田監督が上を柱でっていうのも監督から直接は言われたことがなかったので、まあそういう重圧っていうものを感じてはいなかったですけども、でもまあカズさんがやっぱ外されたっていうことに対して非常にこう憧れてたので、だからその人がいなくなって自分がそのポジションっていうのですごいプレッシャーを感じました。ちなみにジョー選手は日本に帰国した後にカズ選手に言葉をかけられてエースの重みを実感したそうなんですね。ちょうどまあ僕水かけられて、それでまあ車で横浜に戻るときにですね、まあちょうど電話がかかってきてまして、それでまあ、お前もやっぱりエースとして認められた証だよっていうことをね電話されて、俺なんて鉄パイプとか生卵とかいろんなのぶつけられて大変だったよって、だからそれは本当に証としてもう本当に名誉なことじゃないかって。今電話する数が偉いね。そうですね、普通自分外されてすごい気分悪い時に、はい、そういう自分の後輩が自分の代わりに選ばれた、はい、そういう柱になった人間に対してそういうこと言えるって偉いね。かっこいい。僕は感動しましたね。